もしよかったらちょっとフリースタイルしてもらってもいいですか。アカペラ。はい。Hey, yo, what's up? Yo, 俺が見取り図森山、レペゼン吉本。Yo, フリースタイルするのも俺なりのお仕事。Yo, サインが欲しいならやるよ、後ほど。Yo, これはアカペラ。だって何度だってやってやる。見せつける俺のテク。このテク見せて、俺は消えてくわけなく。俺はテクテク、チャンピオンロードを歩いてく。Yo, yo, レペゼン堺。Yo, ニート東京じゃねえよな、これ。だって布短いし、横も縦も足りてない。布も汚い。なんかめっちゃガヤ横から聞こえる。こんな環境でやるわけない。だけど俺らはやってくよ。これが俺のフリースター。まるでクリスタルバリの原石。天敵なんていらねえ。歩いてきた形跡よ。まるでステーキのように俺はがっつり食う。お前のことはステーキとは思わないが、俺は自分で歩ける。ステッキなんていらねえよ。ネクストステージに上がるため日々頑張る。このワンバースロケットバースブレッ。そのなんかは言わんと、お前からフリースタイルお願いしますって言ってやってじっと見とくってすみません。あ、なんか終わったんですね。いや、いつ何でもええから言わんと。すみません、終わったかどうかっていうの分かったんで。終わった感じ出てたよ。すみません、ちょっと初めてで生で見るの。すみません。お兄さん、これ汚いですよ、布が。いや、でもそれは一応こっちも用意してるんで、ちゃんとこっち側でフリースタイルのコツとかなんやねん。いや、コツなんて見てる方でラップ始めたい方もいると思うんですよ。でコツとかあったら。いやいや、練習練習ってどう。僕というかラッパーさんに聞いた方がいいよ。いや、でもその森山さんなりのコツっていうか練習方法なり聞きたいなって。あ、でも家で、トラック流しながら朝とか歯磨いたりするやん、はい、その状況すらもラップしながら行動したりしてるね。音楽流して、どんな感じかだけちょっと見て。朝の歯磨きしながらすいませんけど、ちょっとお願いします。歯磨きしながらどんな感じ。いや、だから大きく、まあ朝ちょっと時間あったりしたら、いや俺は今からするぜ歯磨き。いや今日は雷は落ちてない、だから安心安全。いやゴシゴシ、これは歯ブラシ。いやたくましいか分からんけど、俺らの世代はラブマシーンを聞いてた。つまりモーニング娘。俺は即興で韻を踏むぜ。いやゴシゴシ、そして口をゆすぐ。お口クチクチ、まるでモンダミン。よ、ゴールキーパーなら本並のように俺は止めてく。よ、次は顔を洗う。洗顔する。油汚れ。洗顔しなきゃ顔面に油たまるわって言われても、油かたぶらみたいな魔法。よ、こんな風にやる。よ、服を着替える。今日は T シャツ、俺はチンカスかもしれないけど、ヤバめなイン吐くようにやってく。これが俺のインパクト。いや、終わってる。すいません、ちょっと本当にタイミングが分かんなくて、また始まるのかなって、すいません、もう間を取ってしまって。ちょっとなんか森山さんでしたっけ。お態度悪いですよね。お前やろ。いやいや、その名前も忘れるような。いや、そのこっちも一応仕事としてオファーしてるんで、もうちょっとちゃんとしてほしかったなって。ラップとかも適当じゃないですか。適当じゃあフリースタイルやったんや。いやいや、なんかふざけてましたよ。ステーキがステーキとか。いやいや、そういうふざけてますよ。あの言い踏んだんや。ダジャレ言われても、ダジャレやと。こっちはちょっとライムや、ライムちゃんとしてほしいなってなって。ちゃんとしたんで。いやいやいや、そのなんか文句も言ってたじゃないですか。いや、これ布が短いとか。ニート東京パロディやれんたら横も縦も短い。パロディじゃないんですよ、これ。パロディや。パロディじゃないですよ、やめてください。汚い布で。オリジナルのやつに。いや、そんなあんま高圧的に来んなよ。なんや、お前。お前って言って。お前なんや、さっきから。お前が。チンカスおい。
言うとったな自分で、チンカス。そこだけはいいラインもあったわ。はい。ねえ。こんなニート東京見たことあんのか。ニート東京って何、知らん、こっちは。知らんところやってんのか。そう。画角もそうやろ、どうせ。なんやそれ。知らんやろ。その態度やめろ、インタビュアーが。ちょ、なんや、お前さっきから。森山？何？森山や。もう終わり。じゃあ終わり。あ、帰れ。終わり。帰れ。